こんにちは、ココです。いつも動画をご視聴くださいましてありがとうございます。チャンネル登録ですとか高評価、コメントなどとても励みになっております。ありがとうございます。今回は新しいタロットデッキの開封動画を撮影していきたいと思います。こちらがですね、先日 Amazon から届いたデッキになるんですけれども、クロウタロウ、カラスのタロットですね。まあ、MJ さんという作家というかアーティストさんが手掛けられて、最初はインディーデッキとして発売されたんですけれども、その後 US ゲームシステム社がですね、権利を買い取りまして、そして今現在は US ゲームシステムズから販売発売されているという形になります。最初はですね、カラスということであんまりいいイメージがなかったんですよね。まあ、特にね、可愛いというわけではなく、なんとなくずる賢いとか、なんかあんまりね、こうゴミを荒らしたりとか、そういう悪いイメージしかなかったんですけれども、このね、作家さんが実際にこのクロウタロウを使ってリーディングされている、まあ、動画を見てるとですね、結構可愛いんですよね、イメージというかその絵がですね。なのでそれで惹かれて購入をしました。なんかこんな感じのすごく特徴的のある素敵な作風、画風なんですよね。とても楽しみです。箱はこんな感じで、サイドもですね、絵が入ってとても素敵な感じになっています。早速こちらパッケージを開けてみたいと思います。ドキドキですね。大きさはですね、オラクルカードと高さは同じぐらいなんですね。ただ幅が少し狭めという感じのサイズになります。いいですね。なんかですね、すごくマットで、なんかこう手にしていてすごく気持ちいいというか、手触りがいい感じですね。はい、では早速開けてみましょう。パカ。裏は普通の無地ですね。ガイドブック結構しっかりしてますね、クロウタロウ。こちらも無地のこんな感じの底です。ガイドブックとこちらがカードですね。まあ、厚さ的にはまあ普通かなっていう感じです。ちょっとガイドブックの方を見てみましょうかね。ガイドブックも同じマットな感じの手触りですね。裏はこんな感じで、そうですね、まあ、ちょっとこうダークな感じと明るい感じ両方混在しているっていう感じですね。なんか開けてみたいと思います。白黒ですね。もういきなりメジャーアルカーナーということで、大アルカナから、ね、説明入ってますね。で、絵はないみたいですね。絵はなしでカードの意味の説明が、大アルカナは1ページに1枚あるという感じですね。エレメントが書いてありますね。普通ね、大アルカナってエレメントって普通はね、意識しないというか、当ててないと思うんですけれども、面白いですね。でこんな感じでダイアルカナおしまいで、ここからがマイナーアルカナ、小アルカナですね。ワンドから、
これもね1ページに 1.5 枚分の意味っていう感じでしょうかね。でカップでソード、そしてペンタクルで終わりっていう感じですね。あ、こちらがクロータロットスプレッド。こちらね、あの作家さんがねご紹介されて、これでねリーディングとかも YouTube にアップされてるんですけれども、すごくねユニークですよね、クロースプレッド。はい、最後はアーティストの紹介で終わりです。 MJ さんですね。ラストネームがねちょっと発音が分からなくって、ネイティブの、ね、人もちょっと分からない方が多いみたいなんですけれども、はい、シアトルね在住のすごく素敵なアーティストさんで、他にもねデッキ作成されています。あのインディーデッキとしてなんていうんですかね、自主制作というかそういう感じで発売されていますね。今度新しいデッキがですねまた秋に出るので、そちらがガーディアン・オブ・ザ・ナイトというタロットデッキなんですけれども、夜行性の動物とかなんかそういったこう自然のね動物とかをテーマにしているデッキさんです。確かインディーゴーゴーだったと思いますね。インディーゴーゴー、はい、そちらで検索していただくと出てくると思います。でバッキングがこんな感じですね。なので上下はわからないようになっています。早速ね開けてみたいと思います。これ開くかな。そうですね、紙質は結構マットに近いかな。あ、でもツルツル、あの箱のマットな感じではないのかな。なんかちょっとマットすぎずツルツルすぎずっていう感じで、なんかちょうど良さそうな感じではありますね。厚さもちょうどいい感じで、薄すぎず厚すぎずという感じです。すごく、はあ、素敵ですね。いいですね。はい、ではまずね大アルカナのカード1枚ずつ見ていきたいと思います。まず0番目、 The Fool、愚者のカードですね。あ、0という数字書いてないですね。なんかおそらくこれ川でしょうかね。それに木がね浮かんでいて、その上に乗っている、もしかしたらねこの先に崖があったりするのかもしれないですし、これはね何の葉っぱなんでしょうかね。シダの葉っぱでしょうかね。なんかニュージーランドのラグビーチームありますよね、ブラックなんとかっていう、なんかそのチームもなんかこんな感じのねシダの葉っぱがチームのマスコットというかになってたと思いますね。なんか意味があるんでしょうね。素敵なカードです。絵がねすごく独特ですよね。1番 The Magician、 魔術師のカードですね。はあ、これすごく素敵ですよね。ワンドとペンタクル、ソードカップとねあって、赤いバラ、白いお花とね、いいですね。後ろに山がありますね。
これはもしかしたらね、こう朝日というか日が照ってるのかもしれないですけれども、なんかこうすごいこう湧き出てくるというか、なんかこう芽吹く、そんな感じのエネルギーを感じていいですね。すごくパワフルです。2番目、 The High Priestess、 女教皇のカードですね。あ、これもね、これはあれですよね、表紙というか箱のね絵柄にもなってますよね。カップとバンドが、あ、ソードもありますね。あとペンタクル、4つのスートが揃ってるって不思議ですよね。まあ三日月とザクロとベール、まあね、女教皇のシンボルは詰まっていますけれども、なんかいいですね、このハイプリスティス、素敵ですね。3番、 The Empress、 この女帝のカード素敵ですね。もうさっきからそればっかりなんですけれども、おそらくね、こう空を飛んで上からね眺めている感じだと思うんですけれども、ワンドがねありますね。そしてこれはリンゴかな、なんかね、そんな感じの果物みたいなのがね実ってますよね。豊かさと、あとカップもねありますね。ハートと太陽とカップ、なんかこういうね女帝のカードって珍しいですよね。なるほど、なんかもうね上からこう見下ろす、ね、こう上から降り注ぐ愛みたいなね感じですね。4番、 The Emperor、 こちらは皇帝のカードなんですけれども、このカラス確かに強そうですね。ソードと、なんて言うんですか、羊ですよね、お羊のシンボル、まあ、皇帝っていうのはね、お羊座のを表すカードでもありますからね。後ろのね岩山がすごく険しくて、なんか皇帝のね威厳感じますね。これはもしかしたらこう戦ったね相手の羽とかかもしれないですよね。ボーダー付きというか枠付きなんですけれども、すごくなんか自然にねこうボーダーが馴染んでていいですよね。5番、 The Hierophant、 こちらが教皇のカードになります。確かにね、なんかこうリーダーっぽい、導くっていう感じのカラスですよね。教会でしょうかね、後ろステンドグラスがあって、で2羽のねカラスがいて、鍵がねちゃんとありますね。素晴らしい、すごくね綺麗なピュアなエネルギーも感じますよね。6番、 The Lovers、 恋人たちのカードですね。なんかすごい不思議、心臓がねありますよね。で2匹のカラスが、これは心臓をつついてるっていうわけではなさそうですよね。もしかしたらこうハートをね共有するとか、そういう意味もあるのかもしれないですけれども、あとヘビですよね、エデンの園をね表すんでしょうかね。あとお日様と月両方ねありますね。あと飛んでいるカラスと、なんか普通のね恋人たちのカードとちょっとなんかひねったような感じでいいですね。7番、 The Chariot、 戦車のカードですね。確かに勢いありますね。これはね勝利を表す月桂樹の冠、またね三日月がありますね。これはね何なんでしょう、雲にも見えますし、
もしかしたら何かこう動物とか表してるのかな。でもやっぱり雲ですよね。なんか雷とかね出てるっぽいですよね。なんかもう雷雲もね乗りこなしてしまうような、そんな戦車のカードかもしれないですね。8番Strength、力のカード。このカードいいですね。このライオンさんがねこう口を開けてるのが不思議なんですけれども、バラがね縦髪に刺さっていて可愛らしいですね。無限大のレムニスケートとその上に、ね、カラスが乗っているっていうか、ライオンさんなんか気にしてないみたいな感じですよね。もしかしたらあくびしてるのかもしれないですね。なんかね豊かな大地も描かれていてすごくね素敵なエネルギーですね。9番 The Hermit、 こちらのね忍者のカードすごく素敵ですよね。おそらくこれ雪が降ってるんだと思うんですけれども、このね雪に埋もれた枯れ木のね上にランタンを加えたカラスが1匹、いいですよね。後ろはビルでしょうかね。なんかこう街中っていう感じがしますよね。この夜と冬の寂しさと、なんか都会のね孤独というか、いいですね。六芒星ですね、ありますね。素敵ですね。10番 Wheel of Fortune、運命の輪のカードですね。この運命の輪はかなりユニークですよね。四隅に獣というか十二星座のうちのね四つの星座を表すシンボルと、このウィールはなんかこうねこう回してなんかどこにねどこに止まるかみたいな、そんな感じに見えるんですけれども、なんかシンボルがね面白いですよね。これはね性別女性とか男性とか表すのか、それとも星座というかあの天体ですよね、こう惑星をね表したりするのか、なんか彗星とかね、どっちなんでしょうね。11番 Justice、 正義のカードですね。この正義ねすごくいいですよね。目隠ししてる布がね赤っていうのも、おそらくそのねなんていうかこう正義を貫く情熱というか、なんかそういう強い意志の表れですよね。そして王冠がね宙に浮いてますね。それに向かって突き進む。そしてこれは天秤ですね。天秤をこう抱えて、そしてねソードまで抱えてますけれども、すごいですね。なんか本当にこうまっすぐなこう上にね突き進む、突き上がるような、エネルギーを感じますね。12番 The Hanged Man、吊られた男ですよね。逆さまに、ね、なっているカラスですけれども、これお花がね綺麗ですね。つぼみとかもありますし、下にもねお花が咲いて、もしかしたらこれただ遊んで、ね、いるだけ、そしてこう景色を逆さまにね眺めているだけなのかもしれないですよね。13番です。死神のカードですね。これはねあの亡くなったカラス、もしかしたらこう魂が登っていってるのかもしれないですよね。でもなんかそんなに
怖いっていう感じはしないですね。なんかネガティブさよりもこの光のね方向に向かって上がっていってるっていう、そっちの方にフォーカスが当たっているようなカードな気がしますね。14番、テンペランス、こちら節制のカードですね。これも素敵なカードだと思うんですけれども、ライダーウェイトスミス版のねシンボルもちゃんと入れ込まれていて、これ天使の輪でしょうかね。ね、こう2つの火とね水をこう混ぜるようなそんな感じですよね。なんか本当に忠実ですね、ライダーウェイトスミス版に。15番、 The Devil、こちらは悪魔のカードですね。このねお面がいいですね。この悪魔の、そして反対のね逆五芒星。なんか小鳥さんがね捕まっちゃってますね、鎖で。この鎖は、鎖というかこれ岩でしょうかね。なんかすごく赤くって、なんか欲望とかねそういうのを表してそうですよね。なんとなくこれはダムなのかな、なんか水のねこう流れをせき止めているというか、なんかそんな感じがしますね。これはちょっとネガティブというか、なんかこうミステリアスな、なんかこう魔術的なというかそんな感じがしますね。16番、 The Tower、 塔のカードですね。なんかこの塔を見た時ちょっとビッグベンを思い浮かべました。まあね、雷が当たって塔がねこう上の方折れちゃってますけれども、そうですね、まあ、いっぱいカラスが飛んで、でもカラスってね別にこう落ちても全然平気というか飛べるのでね、なんかそういう強さというか、自由さを感じていいですよね。17番、 The Star、 星のカードですね。この星のカードすごく素敵ですね。なんか神秘的な、ね、感じがして、羽を広げて、そして水亀はねさすがに持ってないですけれども、ちゃんとねこう朝の訪れを告げる鳥とかで、ね、あって素敵ですね。ここはなんか上から水が流れてきてる、水浴びしてるんですかね、もしかして。そんな感じのね絵かもしれないですよね。18番、 The Moon、 月のカードですね。これはカラスのね横顔が描かれていますね。このカードはなんか意味深というか、とてもなんか奥が深い世界観を感じますね。ザリガニの代わりに魚、ね、餌ですよね、カラスの。そして檻に入ったカラス、すごいですね。狼は描かれていなくて、その代わりに檻に入ったカラスと普通のカラス。なるほど、あの狼と犬がねライダーウェイトスミス版では描かれているんですけれども、それって、犬っていうのは狼が進化して、人間にね飼いならされたっていうことなんですけれども、なんかそれをね表しているような感じですね。素敵ですね。19番、 The Sun、 この太陽のカードはいいですね。なんというか、横向きですよね、お馬さんも。
このねカラスさんも横を向いてるので、なんかこうこっちを真正面向いてなんかこう迫ってくるじゃないですけれども、そういう臨場感はないんですけれども、なんかねそこがすごくいいというか、なんか太陽のなんかねエネルギーをこう乗せて運んでるっていう感じがしますね。20番、ジャッジメント、審判のカードですね。これもね不思議なカードで、ね、泣いてるカラスと、おそらくこれは魂でしょうかね、なんか骨がね見えてる感じなので、まあ、カラスのね魂が天に昇っていくというか、これはなんかこうお墓とかかもしれないですね。これはねなんかこうおそらく審判のカードにも確かあったシンボルじゃないかなと思うんですけれども、ちょっと意味はね忘れてしまったんですけれども、なんか審判のねエネルギーそのまま表してるっていう感じしますね。そしてタイアルカナ最後ですね、21番、 The World、 世界のカードですね。これいいですね、この世界のカード。本当にこう画風がね、作風というか画風がすごく素敵ですよね。これもライダーウェイトスミス版のね世界のカードで、なんかこのね月桂樹のリースが素敵ですよね。王冠がねあって、なんか本当にこう完璧というか、完璧な世界コンプリーションっていう感じがしますね。はい、ではダイアルカナ一通り出揃いましたので、ここで音による浄化をしていきたいと思います。小アルカナに移っていきたいと思います。次はワンドのスートですね。エースではなくてキングからですね、キングオブワンズ、ワンドのキング。なんかこっちにね目がいっちゃいますけれども、キングはねこっちですよね。レミニスケートと太陽とトカゲとバラ、ワンド、ライオンいろいろねシンボルが盛り込んでありますね。確かになんかねこう強そうな感じのカラスさんですよね。次がクイーンオブワンズ、ワンドのクイーンですね。ライオンがね2人いて、ワンドの上にね止まってますね。こちらも王冠が頭上にあって、本当だ、確かにねキングと比べるとすごく女性らしい感じですね。でもなんかやっぱりこう強さがね感じられるというか、そんな感じのクイーンですよね。ナイトオブワンズ、ワンドのナイト。なんかお馬さんとね一緒に走ってますね。太陽がありますね。すごくねこう未来に向かって突進してっているっていう感じなんですけれども、なんとなくこうなんていうかな、このカラスの勢いだけではなくって、なんか聡明さとか、そんなのも伝わってくるような感じがしますね。これは何を表してるんでしょうかね。
なんかもしかしたらこう谷底とかなんでしょうかね、ちょっとよくわからないですけれども、まあ、不思議なね絵柄のカードですよね。Page of Wands、 ワンドのページ、すごい泣いてますね。あ、若いカラスっていう感じ伝わってきますね。やっぱり太陽があって、ワンドの上にね止まっていて、これ不思議な模様ですよね。なんかこうここがこう岩山でなんか地面とかね、そんな感じがするんですけれども、とても不思議な模様です。今度は10番からですね。これもしかしたら順番がね、間違って逆で入ってるだけかもしれませんけれども、ワンドのね10ということで、はい、すごいワンドをね束ねて運んでますね。なんかですね、後ろがなんというかこう工業地帯というか、なんかこうなんか文明というか産業化されたね文明というのを感じますね。なんかそこから来る、なんかいろんな弊害とか、ね、動物にとっても人間にとってもありますよね。なんかそういうことを表していそうですよね。これが気になりますね。ちょっと何かわからないんですけれども、これはワンドの9ですね。9 of Wands。またね、太陽が。これちょっと陰って曇ってますよね。これは何なんでしょうか。ちょっとよくわからないんですけれども。なんとなくあのカラスがね、こう巣にいろいろ持ち帰りますよね。なんかそういうのを表してる気がしますね。またこのシダの葉っぱみたいなのがね出てきてますね。 8 of Wands、 ワンドの8。あー、これはね確かにね動きがあって、ワンドの8のエネルギーなんですけれども、ひまわりとねこの赤い花が地面にね咲いているというのがちょっと興味深いですよね。なんか時空までもこう超えちゃってるというか、なんかこう時空の歪みからねこう次の次元に行くみたいな、なんかそういうのも感じますよね。 7 of Wands、 ワンドの7。これはおそらく崖でしょうね。で上にねカラスが1匹、違う色のねワンドですね。で下からねこう上に来ようとしているというか、そんな感じですかね。なんかすごく大きい羽がねここにあるのが気になりますね。6 of Wands、 ワンドの6。これいいですね。この勝利のね太陽がね、大きい太陽だと勝利を表す月桂樹のリースとね、ワンドと、ね、他のカラスもいますね。素敵ですね。お花がねあってすごく明るいエネルギーを感じます。 5 of Wands、 ワンドの5。これはなんか小競り合いっていう感じ、でもなんか遊んでるっていう感じしますよね。なんか子供というか若いカラスがね遊んでる。 4 of Wands、 ワンドの4。これいいですね。このエネルギーすごく、おそらくこう噴水のね前でね庭のカラスがなんか仲良くしてる感じですよね。すごくなんというか、なんかもうすごくポジティブで、なんか楽しそうなエネルギーを感じますよね。
3 of Wands、 ワンドの3。こちらはなんか夜なんでしょうかね、星が輝いていて、おそらくこれは水だと思いますね。もしかしたらこれ崖とかでしょうかね、反対側とねこうワンドでつながってるとか、そんな感じなのかもしれないですけれども、まあ、カラスはね飛べるのであんまり関係ないですよね、まあ、新しい世界に向き合っているというか、そんな感じですね。はいベイビー、 Two of Wands、 ワンドの2。これ2はねカラスがいますよね。なんとなくちょっとカップの2をね想像させるようなカードですけれども、昼と夜みたいな、地球ですかねこれは。なんとなく月っぽいような感じですね。なんかこう新しいね世界を夢見て2人でねこう築いていこうっていう感じなのかもしれないですね。Ace of Wands、 ワンドのエース。このエースはすごい珍しい感じのエースですよね。なんか新しい道とかそんな感じなんでしょうかね。で向こう側はね都会なね景色が描かれていて、これは水なのか雲なのかわからないですけれども、不思議なエースですね。なんかちょっとこう物思いにふけさせられるような、そんなエネルギーを感じます。次はカップのスートですね。キングオブカップス、カップのキング。このキングいいですね。カップからね水が溢れてるんでしょうかね。このねなんか水晶みたいなつけてるのネックレスでしょうかね、素敵ですね。で三日月が頭上に、ちょっとヨットとお魚さん、いいですね。なんか、カップのキングっていう感じですね。クイーンオブカップス、カップのクイーン。カップはね三日月がテーマというか、モチーフであるみたいですね。なんかカップの中になんか入ってますよね、羽でしょうかね。なんかいろいろねデコレーションしてる、あこれはあれですね、あの椅子というか、あの玉座ですよね、それがこうデコレーションしてあって、ほんと素敵ですよね。なんかこう海のね生き物とも共存してる感じで、素晴らしいカップのクイーンですね。ナイトオブカップス、カップのナイト。やっぱり三日月ですね。このお馬さんもねすごくデコレーションしてあって綺麗ですね。羽がね描かれているのが気になりますよね。後ろは海でしょうかね。なんとなくなんかライダーウェイトスミス版よりもこう進んでる感というか、なんか前進してる感が伝わってくる気がしますね。Page of Cups、 カップのページ。ちゃんとねカップの中にお魚がいて、なんか囁いてるみたいですよね。こうカラスの耳元でお魚さんが囁いている。いいですね、素敵なページです。
やっぱり10番からですね。 10 of cups、 カップの10、これ本当に素晴らしいエネルギーですよね。もうハッピーなエネルギー、すごく明るくて、もうね、虹も綺麗ですし、カップもゴールドで、もう本当ね、こう家族がもうハーモニーっていう感じで、他のね、小鳥さんもいますし、お花とかもね、描かれていて、すごくね、いいですよね。Nine of Cups、 これはカップの9、なんか一瞬カップの7なのかなって思ったんですけど、違うみたいですね。まあ、カップにこういろいろね、こう食べ物とかいろいろ入ってますよね。まあ、鍵まで入ってますけれども、カラスはね、よく鍵をこう拾い集めるというか、加えていくって言いますね。まあ、ウィッシュカードということで、すごく明るいですね。これは太陽になってますね。 8 of cups、 カップの8、これはなんとなくこう旅立ちというか、ね、そんな感じがしますね。三日月でね、これからこのね、山に向かって飛んでいくのかもしれないですね。 7 of cups、カップの7、これはね、カップの7ですね。それぞれシンボルが入っていますね。まあ、ちゃんとね、こう真ん中にカラスが描かれていて、なんか幻想だけではない、そんなね、雰囲気を感じますね。なんかもしかしたらカラスって、なんかこう現実化というか、夢を叶えるというか、こう目標を叶える、なんかそういうね、能力に長けている動物なのかなって、ちょっと今一瞬思いました。 Six of Cups、 カップの6、これね、すごく可愛らしいエネルギーですね。カップの中になんかお花ですかね、入ってますね。なんか昔をね、思い出しているのかもしれないですね。なんかカードによってこのボーダーのね、色がちょっと違うんですよね、カードによって。なんかそのカードの色調、これだったらね、なんかベージュっぽい色が多いんですよね。これだったら青っぽい色が多いって感じで、ボーダーの色もね、違って、すごく素敵ですね。次が5 of cups、 カップの5ですね。これいいですね。このカラスさん、ライダーウェイトスミス版のね、あの後ろ向いてる男性っぽいですよね。で、本当にもうカップからね、水が流れている感じですね。でも、もしかしたらこれわざと倒したのかもしれないですね、このカラスが。こう水にね、返すために、もしかしたら、なんていうかな、余っているではないですけれども、必要のないね、分の水をこう川に返しているとか、そういう感じかもしれないですね。 4 of cups、 カップの4、このカップの4は、なるほど、なんか雲の上にね、カップが一つ乗っていて、下にね、3つカップがあって、なんとなくそうですね、こう差し出されたカップでもちゃんと見てますよね、差し出されているカップ。カラスはね、賢いからそういうの見落とさないのかもしれないですね。 3 of cups、 カップの3、これ女子会カードいいですね。カラスがそれぞれ、聖杯のね、中のこう水をこうつついてるっていう感じですけれども、勝利のね、月桂樹のリースと、これは実ですよね、何かの実。
なるほど。なんかこうね、祝福とか喜び、実り、収穫、そういうのね、強調されている気がしますね。 Two of cups、 カップの2。このカップの2はいいですね。でもなんかちょっとこの目みたいなのが気になるんですけれども、おそらく目ではないと思いますが、ちゃんとシンボルもねあって、やっぱりこう心臓がね真ん中にありますね。なんかこう心でつながってる、そんな感じに見えますね。やはりこれはハスの花ですかね。いいですね。最後、エイス・オブ・カップス。これはね、カップのエースのエネルギー感じます。後ろにね、太陽があるのがすごく気になるんですけれども、このね、コインみたいなのを加えたカラスがね、飛び込もうとしてるのかもしれないですね。ちゃんとね、こう5つ水がね、溢れてますね。以上がカップのスートになります。ではここで一度音による浄化をしていきたいと思います。ね、素晴らしいですね。はい、では次のスートに移っていきたいと思います。次はソードのスートになります。キングオブソーズ、ソードのキング。このソードのキング、いいですね。これはあの惑星の、ね、サインですよね。何だったっけ、惑星、これちょっと土星ではないですよね。ちょっとね、度忘れしてしまったんですけれども、おそらくこれがね、ソードのシンボルというかサインとしてね入っているんだと思いますね。このねキング、いいですよね。すごく、風のエレメントを表していると思いますし、本当にキングなんだなってね、風のキングなんだなっていう感じがしますよね。次がクイーン・オブ・ソーズ、ソードのクイーン。さっきのシンボルみたいですね、惑星のシンボル。このクイーン、すごくなんかフレンドリーというか人懐っこい感じがしますね。お花もね飾ってありますし、なんかどっちかっていうと、なんかワンドっぽいねエネルギーも感じるんですけれども、ソードのねクイーンですね。結構親しみやすいソードのクイーンみたいです。ナイト・オブ・ソーズ、ソードのナイト。すごくね動きがありますね。でもね、この走ってる馬の上に小鳥がね乗ってるんですよね。飛んでるね小鳥さんもいますけれども、ソードを持ったねカラスが一緒にね飛んでいて、なんとなくわかるな、これソードのナイトね、ライダーウェイト・スミス・バーのエネルギー表してますね。これ雪なんでしょうかね。なんかそんなに天候良くなさそうですよね。でもお構いなしっていう感じでね突き進んでますね。Page of Swords、 ソードのページ。剣をね運んでる。ページなんだこれ。していくっていう感じかもしれないですね。Ten of Swords、さ
ちゃってますね、ソードが。なんかこれもなんとなくね、お天気が良くないような、あんまり、ね、こう日の出が見えているっていう感じでもなくて、どっちかっていうとちょっと暗いような感じではあるんですけれども、まあこう終わりっていう意味はね表していて、でも次にね進んでいく、次のステージが始まるっていうことを表しているんでしょうね。Nine of Swords、 ソードの9。これはおそらく頭蓋骨ですよね。これは巣があるんですかね、カラスの。2匹カラスがいて、鳥かごがありますね。三日月、ナイトメアっていう感じなのかな。カラスにとってはね、カゴの中に入る冗談じゃないっていう感じかもしれないですけれども、そうか、確かに。なんかこれと比べると10はね、もうなんか終わったような生のエネルギーを感じるんですけれども、こちらはねまだこう渦巻いているような、そういうエネルギーですね。なるほど。 8 of Swords、 ソードの8、目隠しねしてますね。これはねなんかストレートな感じがしますね、ソードの後ろがねすごくこう開けた荒野というか、そういう感じなのが一点違いなのかなという気はしますね。 Seven of Swords、 ソードの7。ソードをね抱えて飛んでってますね。なんかこう盗んでるとか、こうなんだろう、騙してるとかね、なんかそういう感じは受けないですよね。なんかどっちかっていうとみんなでこう騒動を集めているというか、集めてるっていうよりは管理してるみたいな、なんかそういう印象を受けますね。 Six of Swords、 ソードの6。なるほど、渦巻くね、海でしょうかね。ソードがね刺さってますけれども、特にね船とかはなく、ね、カラスが飛んでいるという感じで、これもね なんかこう明るい感じのね展望を感じますね。Five of Swords、 ソードの5。これはなんとなくわかるかな。カラスがソードをね2本持っていますけれども、2本倒れて、おそらくねこのカラス、死んでるのかどうかはわからないですけれども、倒れてね戦いに敗れたっていう感じですね。興味深いのがね、この雲から1本こう刺さってるソードですね。Four of Swords、 ソードの4。なかなかね面白い絵ですよね。これね、あのアーティストさんが言ってたんですけれども、このカラスは死んでるんじゃなくて、死んだふりをしているそうですね。もしかしたらこのね2匹のカラス探してて、で見つからないように死んだふりじゃないんですけれども、そういうのをねしているのかもしれないですね。なんか水が流れてきてますね、ここ。すごくなんか不思議なね絵ですよね。Three of Souls、なるほど、もう心臓にねダイレクトに剣がね3本刺さってますね。その上にねカラスが乗ってますけれども、でもなんかこう見た目に反してそんなにねなんていうか痛々しい感じはしないんですよね。
ちょっと前向きな、ね、気持ちになれるようなカードかなっていう感じはします。トゥーソーズ、あ、これはいいですね。ソードのリング、確かに、ね、目隠ししていいですね。この2つの、ね、ソードの間に止まってるっていう、後ろすごくなんか広大ですよね。湖とかでしょうか。すごいですね。エースオソーズ、このソードのエース、すごくね素敵なエネルギーですね、ソードのねまっすぐなエネルギーを感じます。本当はねソードってモロ刃の刃なんですけれども、それを本当にこうなんていうかな、コントロールするというか、こう意思を持って、ね、自分の願望実現のために使う、自分の人生を良くするために使うっていうね、なんかそういうまっすぐな気持ちを感じますね。次はペンタクルのスートになります。キングオブペンタクルズ、ペンタクルのキング、このキング、かなりなんか陽気な感じですね。なんかなんでしょうかね、これはなんかタスキーじゃないですけれども、なんかそういうのをね肩から下げてる感じですね。ペンタクルとリンゴがね、半分のリンゴがあって、ブドウもあって、すごくね豊かですよね。ここに欲望性というか星のマークがありますね。クイーンオブペンタクルス、ペンタクルのクイーン、これは地球でしょうかね。これも本当にね豊かな感じで、でもなんかどっちかっていうとね、内面の豊かさを表している気がしますね。蝶々がね止まっていたりとか、これワンドでしょうかね。ウサギがねいたりとか、こう花が咲いていたりとか、実がなっている、もちろんね物質的な豊かさも表すんですけれども、なんかこのキングと比べると、やはりこう物質的なね豊かさよりも内面の豊かさがね際立っているような気がしますね。ナイトのペンタクルス、ペンタクルのナイト、あ、これは分かりますね。すごくね、あの毛並みの毛すやの良い素敵なお馬さんですよね。止まったねお馬さんが描かれていて、その上にペンタクルを加えたカラスが乗っているんですけれども、これはね分かりますね。コツコツと堅実にっていう感じのカードですね。Page of Pentacles、 ペンタクルのページ。このページすごく素敵ですね。すごくね綺麗な豊かな森の中というか背景が描かれていて、でこのねなんていうかな、なんかデコレーションではないですけれども、お花がねこうなんかデコレーションみたいになっていて、でそこからねペンタクルが吊るされているっていう感じですよね。なんか本当にこう、なんかペンタクルを、ね、すごく大事そうにして、そしてこう未来をね見据えているというか、そんな感じが伝わってきますね。Ten of Pentacles、 ペンタクルの10ですね。これすごいですよね。すごいもう豊かさあふれてますね。家族なのかもしれないですよね、このカラスさんたちね。もう豊かさをこう共有しているというか、いいですね、素晴らしい。これも素敵ですよ。 Nine of Pentacles、 ペンタクルの9、
これもね本当に明るくて、豊かな感じがしますけれども、これはハスキー犬でしょうかね。その上にねカラスが止まってるんですけれども、蝶々とかなんかねシンボルがちょっと意味深なんですよね。ハスの花がねあったりとか、なんか本当にただの実りっていうだけな感じはしない気がしますね。太陽もねありますし、 Eight of Pentacles、 ペンタクルの8。これはそうですね、ペンタクルの8。なんか今一瞬ですね、あれどんなカードだったっけって考えたんですけれども、確かにあのペンタクルの8ね、ライダーウェイトスミス版はこう職人さんみたいなのがねこうカンカントントンしてペンタクルをね製造しているところなんですけれども、確かにカラスは作らないですもんね、ペンタクル。でもなんかこう集めている感じはすごく伝わってきますね。なんかもしかしたらねこうお掃除とかしているのかもしれないですし、またはこのなんていうかな、このゴールドのね金貨を集めてきて自分でこうやってね絵付けをしているのかもしれないですね。Seven of Pentacles、 ペンタクルの7。これは確かになんとなくわかる気がしますね。カラスがねこう集めてるんですよね、実りというか、収穫というかね、満足そうですよね、カラスは自分の集めたペンタクルをですね、もう1個飾ってますもんね、こんな感じで。でもなんとなくねちょっとこう手放しに明るい感じではないんですよね。なんかちょっと意味深というかそんなカードですね。 Six of Pentacles、 ペンタクルの6ですね。これもまたね興味深いカードですね。これがおそらく商人の代わりの、お魚をね持っていて分け与えているっていう図なんだと思いますね。こっちのねカラスはお魚にありつけているけれども、こっちのカラスはちょうだいちょうだいって言ってますね。Five of Pentacles、 このねペンタクルの5、全然なんかネガティブな感じしなくないですか。私結構好きなんですけど、なんていうかなんかここはね、貧しさというか、ちょっとこう荒れ果てているというか、なんかこうねあんまり実りがない、そんな感じはしますけど、ここから上ねすごくなんかハッピーそうというか幸せそうですよね。なのでなんかこことここのコントラストを言ってるような気がするんですよね。なんか早く本当の幸せに気づいて、今ね周りにあるものに感謝すればここに行けるっていうことをね表している気がしますね。 Four of Pentacles、 ペンタクルの4。これはね分かりますね、いろいろ集めて、ペンタクルをね抱えて誰にも渡さないっていう感じですよね。Three of Pentacles、 ペンタクルの3。これなんかみんなで作ってるっていう感じはしないんですけれども、これさくらんぼでしょうかね。みんなでね集めてるのかもしれませんが、なんか綺麗なね絵ではありますよね。Two of Pentacles、 ペンタクルの2。これはまたね不思議なカードですよね。
このね、なんていうか無限大マークこれをこう一生懸命ねこの上を歩いてるのかもしれないですけれども、そうか、なんかちょっとペンタクル2のエネルギーとは私はね違うように感じるんですよね。上にね2は飛んでますし、なんかどう説明していいのかわからないんですけれども、こうジャグリングしてるとか、こうね、なんかこう2つのねものの中でなんかこう決めないといけないとか、なんかねそういう感じは伝わってこないですね。エースオブペンタクルス、ペンタクルのエース、このエースはなかなか素敵ですね。すごくねこう綺麗なお花畑、エデンのね園というかそんな感じですよね。これは何を表しているんでしょうかね。なんかねところどころこういうちょっと不思議なね感じのものがあるんですけれども、からね、こう物質化が始まっていく、エネルギー、それはねなんとなく伝わってくるような気がします。はい、ここでね全部カードで揃いましたので音で浄化していきたいと思います。とても素敵なね、もうアートが本当に素敵で、なんかもうタロットカードとしてだけではなくて美術品というかね、こう芸術品としても楽しめるような本当に素敵なカードだと思います。はい、ではねこのカードさんたちがどんなメッセージをくれるのか、セルフリーディングの方に移っていきたいと思います。はい、ではセルフリーディングしていきたいと思います。シャッフルはもうしてあります。テーブルの上でのシャッフルすごくしやすかったです。カードの滑りが良かったですね。オーバーハンドもしやすくて、なんかツルツルすぎず適度に滑るっていう感じで、とてもシャッフルの感覚は良かったと思います。はい、ではセルフリーディング、いつも通り5つ質問を用意しています。まず1問目、私に対する第一印象は何ですか。2問目、あなたの得意なことや個性があれば教えてください。3問目、これからどんな関係性を築いていけそうですか。4問目、私との約束やルールがあれば教えてください。5問目、アドバイスをお願いします。ということでこの5問聞いていきたいと思います。ではまず早速1問目からですね。私の第一印象は何でしたでしょうか。第一印象教えてください。はい、Two of Swords、 ソードの2ですね。これねたまに出るんですよね。そうですね、まあどっちかっていうとこう内側でね、内側を探求したりとか自分のこう気持ちを問いかけたりとか、瞑想はあんまり得意ではないんですけれども、なんかヨガをしたりとか、こう自分の内側に目を向けること確かに多いですね。特に何かをこうね決めないといけない時、選択しないといけない時っていうのは確かにそうですね、こう自分の内側の声を聞くようにしてますね。なんか今おそらくそういう感じで何かねこう決めようとしているというか、
自分の中でどうしようっていうことをおそらく考えている最中なのかなっていう感じはしますね。なんか自分では特になんていうか意識してなかったんですけど、確かにこう言われてみれば最近はね、こういろいろ方向性を探ったりとか、なんかどうしようかなってこう思うこと確かにありますね。なのでなんかこうそれを無意識でするんではなくて意識的に、こう自分でこうコントロールしながらしていくっていうのがねいいんじゃないかなっていう風に言ってくれてる気がします。はい、そうですね、多分こう自分のね生き方とか模索してるんだと思いますね。はい、次の質問です。あなたの得意なことや個性があれば教えてください。はい、あー10 of cups なんですけど、カップの10ね、逆位置で出ましたね。得意なことや個性があればなんかですね、これ正位置でね出ればすごくハッピーなねカードですよね。なんかこれこのねデキさんが言ってるのはこう表面的にうまくいってるようなこととかあったとしても、なんかそれをねこう一回ひっくり返してこれ本当にそうなのっていうところをなんていうのかな、ほじくり返すではないんですけれども、なんかねカラスがこう真実をこう掘り当てるように、なんかねこういろいろなガラクタのね山から見つけてきますよね、カラスっていうのは。キラキラのね光物とか好きなので見つけてきたり、鍵とかねあると思うんですけれども、なんかねそんな感じで、なんか表面だけではなくって本当にこの奥の部分、そこをこう掘り当てるのがねなんとなく得意なのかなっていう気がしましたね。でそれも別になんかこうアラを探すとか、なんかそういう上げ足を取ったりとか、なんかねせっかくこううまくいってるように見えるのにそれを台無しにしたりとか、そういう悪意がある感じではなくって、ただそのね下にある真実を掘り当てるっていう感じがしますね。なかなか鋭いですね、ご指摘ですね。はい、次の質問です。これからどんな関係性を築いていけそうですか。2人の関係性教えてください。はい、 The Emperor 正位置で出ましたね。そうか、なんかですねこのデッキさん多分プライド高いですよね。カラスのねデッキさんですし、なんていうかこう迎合しないというか、一匹狼ではないですけれども、なんかそういう部分もありつつ、そうですね多分このデッキさんはこう私がこうお願いしますって言って、でそれに応えてくれるというよりは、ただこのデッキさんがやりたいことをするっていう感じになるんだと思いますね。なんでもしかしたらこう質問をね問いかけても、なんかその質問の答えを返してくれない可能性ありますよね。こうデッキさんがこうなんていうか、乗り気じゃないというか、なんか全然別の答えを返されたりとか、そんな感じがしそうな雰囲気があるんですけど、でもなんかそれは本当になんかそこにある真実を返してるだけっていう感じで、多分あなたこれのことね質問したけど、そんなことよりもこっちのことをこっちのことに目を向けた方がいいわよじゃないですけれども、なんでねこうお姉口調なのか分かりませんが、なんかそんなね感じを受けますね。なんか一筋縄ではいかないというか、あんまりねこう すぐに言うことを聞いてくれそうな
感じではないので、まあご機嫌取りながらっていう感じにはなっていくかもしれないですね。またはもうこちらでそういうね答えを受け入れるしかないっていうことですよね。次の質問です。私との約束やルールがあれば教えてください。約束やルールあれば教えてください。はい、 The High Priestess。 なるほど、聖一でね出ましたよね。そうか、なんかねコミュニケーションの方法を言ってきてる気がするんですよね。まあ、女教皇といえば、まあ、門番ではないんですけれど、なんかこう真実をこうガードしてるというか、なんていうかな、大事な、ね、こととか、肝心なこととかっていうのはこう簡単にはね明かしてくれないような、なんかそういった感じのガードが固いイメージがありますよね。まあ、処女ということでね、そういう風なイメージにもなってくるんだと思うんですけれども、なんかね普通にこういろいろ言葉でねベラベラ話しかけても、多分こう女教皇は口をつぐんでただ座っているだけっていう感じだと思うんですよね。なんかそれよりもこう直感というか、どっちかっていうとこうテレパシーとか、なんかそういうエネルギー的な交信の方が聞いてくれそう、届いてくれそうな感じがしますね。なので聞く耳を持たないわけではないと思うんですね。ただこうただね頭でこう考えて言葉に出すだけっていう表面的なコミュニケーションは受け付けてくれないような気がするので、なんかねスピリチュアル的な能力を鍛えられそうなそんなね感じがしますね。本当に聞いてくれないっていうわけではなくって、やり方ね、コミュニケーションの取り方結構指定してくるというか、こだわりがあるんだと思いますね。はい、最後にアドバイスをお願いします。私にアドバイスをお願いします。はい、The Devil、 悪魔のカード逆位置で出ましたね。なるほど、アドバイス、なんかこれちょっと警告っぽく見えますね。なんていうかな、ちょっと頼りすぎてしまうではないですけれども、ちょっと中毒っぽくなってしまうそれを警告してるような気がするんですよね。なんていうか、これはなんか全体タロットリーディング全体のことを言ってるのか、それともこのねデッキさんとのリーディング、それだけで言ってるのかがちょっとわからないので、その点聞いてみましょうね。まあ、依存的関係ですよね、ストレングス。これもね力のカード逆位置で出ましたよね。なんかこれねカードリーディング全体を言ってきてる気がするんですよね。なんか本当ねこのデッキさん皇帝なので、
なんか多分自分の思ったこととかね、こうずけずけ言ってくる感じだと思うんですけど、なんていうかな、カードリーディングって結構当てにしてしまいがちになるというか、依存する、頼りすぎる、なんかね、そういったワードも確かに、当てはまるというか、そんな感じなんですよね。まあ、ちょっと、頼りすぎてしまったりとか、本当はもっとこう自分でね、いろいろ考えたりとか、自分で模索したりしないといけないところを、なんていうかな、まあ安易にではないですけれども、何でもかんでもね、カードさんに聞けばいいやとか、そういったねことになりがち、なりがちというか、まあ、そうなってしまう可能性もあるっていうことですよね。なんかね、そこを忠告してる気がするんですよね。なんか結局カードっていうのはツールなんですよね。オラクルカードにしてもタロットカードにしてもツールなので、使われては意味がない、本末転倒なんですよね。ツールっていうのは自分の目的を達成するために使うものですよね。その目的に対してのエイド、を与えてくれるものっていう位置づけだと思うんですけれども、もうツールに制限されてしまったりとか、不適切なツールを使ったりとか、ツールありきになってしまっては本末転倒ですよね。なんかね、そういったことを言ってきてくれてる気がしますね。なのでこのね、際になんていうか、自分の向き合い方ですよね。カードリーディングの向き合い方、なんかね、いろいろこう指針みたいなのをちゃんと決めていった方がいいのかもしれないですね。なんかこういう時はしないとか、カードリーディングをねしないとか、なんかこういうね取り方、解釈の仕方はしないとか、なんかそういった指針ですよね。ある意味ガイドラインのようなものをちょっと考えていった方がいいのかなっていう感じはしました。なんかそんなことまでねアドバイスされるとは思わなかったので、ちょっとびっくりしました。はい、以上でセルフリーディング終わりたいと思います。では次はですね、3択でプチリーディングの方を行っていきたいと思いますので、よろしければお付き合いください。はい、シャッフル終わりましたので、3択で、このカードデッキさんからアドバイスですね。ご視聴者様へのアドバイス3択でいただきたいと思います。2枚目、3枚目ですね。ではこのね3枚のカードの中から直感でピンときた1枚をお選びください。では左端のねカードから開封していきたいと思います。Justice、正義のカードですね。逆位置で出ましたよね。そうか、これね正位置だとねすごく素敵なね絵柄というか、カードですよね。
となくですね、このデッキを選ばれた方はですね、なんか自分の中でのこう価値観っていうのがね、こうちょっと揺らいでいる、なんかそういった感じがするんですよね。なんていうか、なんかある意味こうアイデンティティを揺さぶられているような、なんか自分が今までこうだ、自分が今まで信じていたものっていうのがなんかこう覆されるような、多分ねこう時代の変化とかそういうのがあって本当にね今までこう自分が信じてきたものとかがガラガラと根底からねこう足場を失って崩れていくようなそんな出来事がねあったりとかして、でこう自分のねこう価値観失ってしまったりとか、そこで一度ねこう苦しみっていうのももしかしたら味わうことになるかもしれないんですけれども、なんかそこはねもう変化なのでもう抗ってもしょうがないんですよね。もうその天災がね起きてこうぐちゃぐちゃに、ね、なってしまう、建物とかね壊れてしまう、インフラが壊れてしまうとかってなってしまったらもういくらねこう昔を嘆いても元には戻らないですよね。そういった感じでこう昔というか、以前ねあった、以前は完璧だった、以前はうまくいっていたことに執着をするのではなくて、ここからじゃあどう再建していくか復興していくかっていうのを考えた方がご自分のねためになるというか、一番苦しみが少ない道ですよね。復興するのね大変だとは思うんですけれども、もう一度そのご自分のねアイデンティティとかご自分の信念とか信じているもの、考えているもの、考え方、そういったものと向き合ってですね、でこれからの本当に自分が目指したい生き方とか理想とか理想の社会とかそれに当てはまるぴったりくるものをもう一度ね選び直していくっていうことが必要になってくるような気がしますね。なんか今まではこうね白黒つけられていたようなこともこれからはねこうグレーゾーンもね矯正していかないといけないとかもあると思いますし、もうウイルス自体もねこう討伐、ね、一掃できるかっていうとねそれもまた難しい、もう今はこうね共存していこうっていうような風潮にありますけれども、もうそういった形でですねこう今までの基準というか今までの常識とは相入れないものもこれからは受け入れていかないといけないかもしれないですね。なのでそれをなるべく柔軟に適応できるように、そのね努力をされるのがいいと思いますね。まあなかなかね口で言うほど簡単ではないと思いますね。でも、それをねしていった人からこう新しいね社会に適応できる、そうすると追い風がねもらえるんですよね。でその新しい社会に適応する法則というか、その中でまたねご自分の幸せっていうのを見つけていく行かれると思いますので、なんかそういったねこうちょっと後押しをしてくれるような勇気づけてくれるようなそういったメッセージを感じます。はい、以上が左端のカードさんからのメッセージになります。では真ん中ですね開けていきます。これは4ですね、4 of cups。
逆位置で出ましたね。なるほど。このねこのカップじゃない、このカードをね選ばれた方は、そうですね、今はちょっと経済的な面とか物質的な面とかでちょっとね守りに入ってもいいかもしれないですね。なんか例えば今度ね10万円給付されますよね、国民一人当たり。そのね10万円が使わずに取っておくとかですね、いざという時のために取っておく、そのための資金にするとか、なんか今あるお家のね中にあるもので、断捨離とかね、今の時期は断捨離とかするよりも今あるものをいかに効率的に使うかではないですけれども、活用していくか、今あるものでですよね。なんかこう新しいものをどんどん入れたりっていうよりは、一度ねこうご自分の持っているものっていうのを見直して、でそのそこからですね、なんていうかな、こう向き合い方とかを考えるっていうことですよね。これは物だけに限らずに人間関係とかもそうだと思いますね。今はね新しい人にどんどん会うっていうの難しいと思うので、やはりこのご自分がすでに持ってらっしゃる人間関係にもう一度向き合ってみたり、こう新しいね気持ちで向き合ってみたりとか、なんかねそうしていくことで、なんていうかな、こう精神的に次のステージに行けるというか、なんかステージに行けるというよりはこの次の段階に進む準備ができるっていう感じですよね。なんか今までは本当に新しいものがこう入ってきて、古いものが出ていって入ってきて出ていってっていうこの、ね、循環でされてた、入ってくるばかりでねなかなか出ていかないっていう方もいらっしゃったかもしれないんですけれども、なんかね、この機会に、なんかご自分の持っているものですよね、有形無形に限らず、なんかそこに向き合うっていうのを推奨されているというか、アドバイスしてくれている気がするんですよね。ご自分のね家族との関係性を見直したりとか、ご自分の友人とのね関係性を見直したりとか、お仕事ね関係の方との関係性を見直したりとか、新しいものを追い求めるっていうよりも、今あるものに感謝をする、今あるものとこうフレッシュなね気分で向き合う、そういったことをすることがこう精神的に、なんていうかな、成熟していく、その階段を登っていくための最初の一歩ですよっていうふうに言ってくれてる気がしますね。以上が真ん中のカードさんからのアドバイスになります。最後ね右端見ていきたいと思います。はい、Eight of Swords、 こちら正位置で出ましたね。なんかねこの2つも逆位置ですし、これはね正位置ですけれども、ソードの8って言うと、どっちかっていうとこう警告的なね意味が大きいので、なんかこうねいろいろなんかそういうねアドバイスというか
そういうねことを、まあ、言ってくるデッキさんなんだなっていうのはなんとなくこう性格的に分かってきましたけれども、うん、あのこのカードをね選ばれた方っていうのはおそらくその自分のなんていうかなこう思い込みとか、うん、なんかそういったものに自分のね自由をこう自分で奪ってしまっているっていうか、うん、おそらく、まあ、そのことね、まあ、そのことをなんていうかなもしかしたら潜在意識の部分というか、うん、あの心の、ね、奥深くでは気づいているのかもしれないですけれどもそれを、まあ、あえてね見ぬふりをしているというかなんかねそこにこう向き合いたくないっていう、うん、そういう気持ちを感じるんですよね。なので、そうですねなんか本当にご自分の今のね現状をまずは直視する、うん、受け入れるっていうそこから始まると思いますね。でそのね現状をありのまま受け入れるというか見てみるですね。でそれでそこから抜け出したいかどうか、うん、なんかそこを決めないといけない、うん、抜け出したいかどうかっていうのをご自分に問いかけなければいけないようななんかねそこをこう鏡的に映し出されるようななんかねそういうこともあるかもしれないですね。人によると、うん、そのご自分のね現状にこう嫌でも目を向けさせられる状況というかでその時にご自分がどう感じるかですよね。どう思うか、うん、もう現状が嫌だって不自由苦しい、うん、なんていうかあの欠乏のマトリックスにいらっしゃるような気がしますね、うん、なのでもう欠乏とかねこう何かが足りないとかこう満たされないとか、うん、なんかそういうのも経験するの嫌だっていう風に思われるんだったらご自分のそのねご自分を縛っている元の価値観とか考え方信念とかそういったものを変えていかないといけないと思うんですよね。なんかあれですねなんかそういう結構ね手厳しいアドバイス出ますねこちらのカード。うん、そうですね。でもそれがねできるってある意味幸せなことだと思うんですよね。あの、まあ、魂っていうのはね成長を望んでいるんですよね。で、まあ、このね今世に生まれてきたからには、まあ、あるね一定のゴールを決めてこのね今世ではこのね魂の学びをするっていう風に決めて生まれてきているわけなんですけれども、まあ今まではね結構ぬるま湯状態でも、まあ、なんとか生きていけたというか、うん、100% 心からなんか生きててよかったっていう幸せは感じられないかもしれないけれどもそこそこまあ可もなく不可もなくみたいな感じで、まあ、一生をね終えられる方も多かったと思うんですよね。でも、まあ、それって魂にしてみれば、まあ、不本意というか、うん、あの学びにね来てるわけですからいろいろね経験したいこととかあとねこう魂のね磨いたりっていうのをしたくてこの世に来ているので、まあ、それがね今世でできなかったらもう来世に持ち越しっていう風になってしまいますよね。なのでこの長い目で見ると自分のね魂にとってはまたね転生が増えたみたいなねそんな感じになると思うんですけれども
やはりそうやってこうちゃんとねご自分の精神的な成長、スピリチュアル的な成長、そこにこう向き合わなくてはいけないっていうことになるっていうのは、ある意味ね幸せなことだと思うんですよね。そうするからこそ本当に自分の理想に一歩近づいていけるわけで、なので、まあ、前向きにねアドバイス受け止めていただきたいと思います。こちらね正位置で出てますし、それがねこう言ってくるっていうことは、おそらくあなたにそれができるから、それがこうできる時期に来ているから、まあ、こういうふうにね言ってくるんだと思うんですよね。このカードさんは本当にこう真実を見せてくれるっていうか、こう真実をこう鏡のようにねこう見せてくれる、そんな感じがするので、なのでそのやはりあなたのねこう真実というか、根底にそういうね向き合える部分があるからこそ、こういうメッセージが出ていると思うので、もう一度ねご自分のなんていうかな、その行動とか感情とか、こうあらゆるね自分がなんでこうしてしまうんだろうとか、なんでこういう反応してしまうんだろう、なんでこう感じてしまうんだろう、なんかそこの根底の部分ですよね。そこをこう丁寧にねこう掘っていくではないですけれども、こうね深掘りをしていくことによって、こう自分の中でのね、リミティングビリーフというか、そういったものが、浮き彫りになってくると思いますね。でね、それに気づければもうあとはねそれを変えるかどうかの決断をするだけだと思うので、このねカードを選ばれた方ならそこまでねたどり着いて、でご自分でそこを決める、決断する、判断するっていうのができる方だと思います。はい、なので以上をね持ちまして、クロータロットさんからの、どっちかというとこう後押し的なねメッセージ受け取らせていただきました。そうですね、結構ね厳しいメッセージも多かったですけれども、もしもこうドキッとしたりとか、心がね動くってことはやはりこう反応されているっていうことだと思うんですよね。なのでこのアドバイスをねもう一度こう反芻していただくというか、考えてねいただくといいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、以上でプチリーディングを終わりたいと思います。そうですね、全体的な感想としましては、結構ねこう可愛い絵柄がね多いので、なんていうかもっとこう気軽なアドバイスというかもっとこう前向きなじゃないですけれども、そういったね感じのアドバイスをもらえるのかなと思いきや、全然違いましたね本当に、結構厳しめ、現実をね見せられるというか、そんな感じの、デッキさんですけれども、相性ってねやっぱりあるので、私に対してそういうねアドバイスをくれるからといって、それがね全ての人にとってもそうだっていうことにはならないと思います。でやはりこのアートがね美しいなっていうふうに思いますね。すごくね特徴がありますよね。なので、こちらのねこう絵柄に惹かれるのであればすごくおすすめですね。タロットカードとしてもかなり優秀な
ね、デッキさんだと思います。すごくおすすめです。お値段的にもね、すごくそんなに高くないと思うので、この、ね、デッキ自体は15ドル前後でしたね。なのでそんなにね、お値段的にもそんなにしないので、お求めやすいのではないかなというふうに思います。はい、以上でこちらのクロータローの開封動画終わりたいと思います。はい、最後までお付き合いいただきありがとうございました。では次のビデオでお会いいたしましょう。さようなら。